ね、はい、こんにちは。イエーイ。こんにちは。始まる前にイエーイ。イエーイ。春爛漫って感じで。来ますよ。ね。ここから春が来ちゃった。これこの映像だけ見てるとさ、本当違った店来ちゃった。いらっしゃる。ここは何の店って。なんかそのまま売らないでくださいね。春ね。怖いことしちゃった。調子に乗っちゃった。調子に乗って乗るもんですよ。世の中だったら調子に乗って生きていくもんですよ。そう。そうです。調子乗ったらいいんだよ。乗ったもん同じだよ。調子乗った。まあその後結果は知らないけどね。それが怖い。でも結果はそうだったらあれですよ。飛び込んじゃったんですよ。失敗したってことは。もうちょっとあ、聞いてるんだ。聞いてるの。いいな、なんか。にぎやか。だって、応援メールも。うん、だからこれ最初に。そうなんですか。嬉しい。すごい。これです。ゴスロリちゃんとマクダイラポッキーちゃん、白ダイヤのほっこり横浜のげあぐらてドットコムで検索してください。じゃあ最初の名前から言ってみます。てかこれちょっと読んでいいかな、読んでこの関係でっていうのを紹介しよう。最初に、はい、はい、最初に、はい、注意です。あ、そうだ。はい、どうも、一週間のご無沙汰、内由美です。はい、えみ松田です。はい。今日はね、すごいよ、賑やかだよ。賑やか。まずちょっと最初にこの応援メールみたいな。そうですね。はい。紹介したいと思います。うん。先週、はい、あの、ゴスロリさん、ゴスロリ娘。ゴスロリってさっき聞いたけどね。まあ、またちょっとあの、ね、先週マリリン・マンソンのコンサートで、うん、マリリン・マンソンって知ってますか？いやー、マリリン・モンロー。かなり過激なバンドなのよ。あ、そうなんですか。うん。とんでもないバンドなんですけど、コンサート隣に合わせに、隣り合わせになった男の人に、デリシャス・スイートスというバンドのチラシをもらって、21日に川崎 FM に出演するからぜひ聞いてねと言われて、家に帰ってからチラシのホームページを、ホームページを見てみると、本当のことだったのです。そうです。いろいろネット調べてみると、ラジオのパーソナリティの内海さんも、あの、矢沢駅さんとキャロルというバンドですごい人で感動しましたと。チラシをくれた見た目は、探偵小説に出てきそうな黒のサングラスで話をしたら、昔の映画のトラさんみたいな、面白いお兄さん、ちゃんと21日ラジオ聞かせてもらいました。清水さんですね。トラさんみたいな方いらっしゃいます。あ、そっちなのかと。ということで、今日は、そのデリシャススイートスという。ねえ。ねえ。これ、バンドと言っていいんですか、それとも。そうですね。ポケット商談。そう。商談。レビュー賞とか。レビュー賞。一座だ。そっ。あの、だからね、さっきもね、話したけど、ジャンル分けじゃなかなか難しいけど。その、ロックとかバンドとか演劇とか、そういうジャンルの、っていう、なんか言葉に入るとみんな安心するかもしれないんですけど、そこじゃあこう、ハマりきらないようなことをやりたいと。枠を外れたいと。はい、はい。もうジャンルじゃないと。はい。ね。それは同感ですね。踊ったり、ショーしたり、老人ホームでやったり。いろんな活動で。ね。じゃあとりあえず一曲。はい、そうですね。今日。どんな感じなんだろう。一曲目は、くなはその歌という、はい、歌です。そう、この歌はですね、あの、私、岡山出身なんですけども、田舎に帰った時に、おじいちゃんが、あの、もんぺを売ってたんですよ。で、私に、なんか、ええことねえじゃろか、なあもねえ、つまらんわ、っていう言葉にすごい衝撃を受けて、あの、倉庫みたいなとこで売ってて、すごい不思議なおじいちゃんだったんですけど、それで、何かいいことはなかろうか、っていう、うん、歌を作りました。それが、あの、反対歌を読んで、鼻くそ。人生なんて鼻くそだ。くなはその歌。聴いてください。楽しいです。イェイ。
あの方がこのくれた方じゃわからないけど、え、柴田さん、あ、これがじゃあこのサングラスでした。わーわー来ました。謎の仕掛け人ね、ほんと。すごい、だって毎日来てくださってたんでしょ、毎週ここに強烈強烈強烈もう忘れられない人になってしまう。どう言いますみたいな。これはいつも踊りながら歌ってる、うん、これあの他の曲よりは踊りはあまりないんですけど、うん、何かいいことはなかろうかと、うん、ハってくるんですね。カメハメハみたいな。力はないんですけど、ハードだけで打ってる。そうだ、歌なんてそんな。まあ、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 でも、なんか、結構お年寄りとかで、ね、うん、あの、元気やろ。元気、ほんと元気です、うん、身体障害者とかそういうのやったことあるのよ、うん、あの、ボランティアで、ね、そういうの。あ、はい。でも、やっぱり、伸びるね。何かいいことはなかろうか、ね、うん、いいですね、なんかね、船破損の歌、船破損、バンドエゴじゃないですかね。ほら、応援メールポッキーちゃんからも来てるんですよ。リクエスト、パンツの歌っていうのがあるんですか。すごいね。あの、内海さん、エミさん、はじめまして、うん、あの、うん、デリシャススイートがラジオ出演するということなので、うん、びっくりしました、うん、靖国神社の見せ物小屋で初めて見て、うん、あのデリシャススイートがラジオに出演するっていうので、うん、びっくりしてくださったんですね、うん、テレビとかラジオとか出ないのかなと思ったので、すごく嬉しくて、どんな話をするのか楽しみです。いつもなら学校の時間なの、学生さんなのかな、いつもなら学校の時間なのですが、ちょうど春休みなのでラッキー。内海さんはどこでデリシャススイートと知り合ったのですか。すごく興味があります。あとね、たけちゃん、小枝ちゃん、サブレちゃん大好きです。ありがとうございます。いやいや、で、出会いは内海さんと出会いは何でしょうか。まあ、出会いは、で、引力かな。あの、さっきの偶然じゃないって話ですけど、あの、あ、偶然じゃないってあれね、うん、必然だって話なんですよ。なんか、あったんだと思う。前世があったかどうかは知らないけど。でも、それかあのね、協力してくれた方の何かがあったのかもしれない。繋がらなそうなところで、急にポトンって、ポトンって。あのね、実はね、僕があの出してる CD レーベルの社長の奥さんが、寺山修さんとやっぱ関係があって、同じあの団体にいたんですよ。あ、そうなんですか。うん、そうです、そうです。劇団員だったんです。だからもう、まあ年齢的には僕ら近いから、だいぶあの上の世代なんだけど、あの、だからそういうのも興味あって、で、僕もその人と出会ったのは、そのきっかけが音楽の、あの、その、紙飛行機を飛ばそうっていう曲が、詩があって、それ、はいはいはい、寺山さん書いたのかわかんないけど、それを、詩を、曲をつけろっていうことで、それが出会いだったんだよね。なんか、うん、そうそう、それはその、寺山さんから依頼を受けたわけじゃなくて、その、彼女から、これ曲どうですかっていう話をもらったんだよね。だから、まあ、それがきっかけで僕もその、レーベルで何枚か CD も作って、すごくいいレベルだったんで、だからなんか縁があんのかなっていう、それもちょっとあったんですよ。ね。ね、でも、あの、いろんな活動されてるから、うん、やっぱ幅広いでしょ。老若男女っていう感じ。よく言いましたね、老若男女。こういう、ね、だって活動になってました。今日も何名かもう表にね。ね、嬉しい。ありがとうございます。総理に似た人、ね、安倍首相に似た人。
そう。だからやっぱりさっきも話したけど、うん、みんなの歌とかさ、みんなの歌に出たい、出たいでーす。本当に真面目に言って、本当にぴったりだと思うんです。はい、うん。白いパンツの歌っていう歌があって、はい。あれにあったね、リクエストにあった。でも最後に歌うテーマソングみたいな感じなんですけど、白いパンツをずっと配り続けてて、脱いでパンツをあげるんです。ちょっとおじさんに渡すとちょっとまずいと思います。相手を選ばなきゃいけない。でも、直接白いパンツを履いてるわけじゃない。ちゃんと、その上からパンツを。俺が暇なだけか。想像力豊かです。わかりました。もう一曲じゃあ、いきますか？そうそうそう、もう一曲目は、さっき出てきた天井桟敷の音楽を作ってた J.A. シーザーさんが、なんと楽曲を提供してくれて、私が作詞したのに付けてくれたんです。はい。はい。この曲です。なんていう題でしたっけ？はい、どうぞ。イカナポンチです。イカナポンチ。イエイ、どうぞ。さっきの古いっていうか、渋いジャケットの。あ、そうですね。内藤陳さん。あ、内藤陳さんの曲が入ってるんですよ、思い出す。そうか、いろんな。あ、本当。はい。ちょうどでも亡くなる時に、一枚で、別曲がね、僕はあんまり。あんたも突然なっちゃうかもしれないけどね。次の曲が1分29秒なんで。あ、早いんですね。じゃあ、少しお住まい。じゃあ、終わったらすぐ。なんか子供が好きそうね。うん、そう。子供好きそうですか？子供大好き。あ、この曲。ちょっとこの曲がなんか、なんか出てきそうな感じじゃないですか、なんかこう。うちの孫なんか踊り出しそうだよ。今、覚えるそう、今すぐ歌います。あ、本当にちゃんとやることはやる。やることやる。本当子供は一人だけどね。僕の子供はね。あ、そうなの。もううちの子供が二人子供作ってくれたって言うから。次宣伝行きます。行きましょう。はい、はい、ね、もうバンバン。はい、はい。ファンになってくれた2歳からファンになってくれた子供とかもいて、成人したらデリシャになる約束をしてる子がいるんです。もう確約取ってんだ。そうなんだ。もう一回ステージ上がって本当老若男女だわ。はい、面白い、ね、いいですね、はい、アバンギャルドというかこう ね、なんかこう勇者を呼ぶ歌みたいな感じドラマチックな、ね、すいません、じゃあここで告知をさせていただいてよろしいでしょうか。はい、はいはい、デリシャスイートスは、はい、新興ミュージックの笹波健二さんという方から、はい、非常にご協力いただいて、うん、デリシャカーニバルっていうイベントをやったらどうかっていうことで月一でやってたんですけど、うん、それがなんと今回第25回目を迎えて、そうなんです。5月の18日と19日に、新宿のフェイスという場所でありますので、うん、皆さんにぜひいらしていただきたいんですけど、うん、これが今まで新宿の廃墟のニュージャパンっていうキャバレーとか、うんうんうん、あとは今はないクラブハイツですとか、ね、そういうところの面白い場所を選んでやってきたんですけれども、今度新宿フェイスの方が、うちでやってみないかっていうことで、うんうん、アレグリ、ファシナシオンとかアレグリアみたいな感じで、日本の大サーカスとして定期公演をやろうじゃないかっていうことで、大きな夢がありまして。最近向こうに押されてるもんね。そうなんですよ。日本のサーカスとか味わいがあってすごい面白いんですよ。うんうん、だよね。
うん、私たち見せ物小屋とかもやってるんですけど、ああいうテイストを残した、うん、面白いステージを、あ、じゃあ昔のサーカスみたいな、うんうん、そうです、なんか懐かしい、ちょっと怖いようなね、そうなんです、うんうん、トラウマに子供がなるような体に染み込むような、そうそうそう、俺、まあ、蛇女というトラウマになったもんね、あ、本当ですか、いろいろありましたよね、うん、狼に育てられた少女とかの、ね、なんかね、うん、でその昔ながらの興行主の方とも私たち見せ物をやっていて、でも今やっぱりそういう人権問題とかあって、うん、なかなかそういう激しい過激なことはできないみたいなんですけど、蛇女さんとは今もやっていて一緒に、蛇女さんっていうのはあの自分の意思でやってるの昔からいらっしゃる方はやっぱ生活のためにためだよ、ね、そうですね、うん、今の現代の子もやっぱり生活のためですか。そうなの。まあ、蛇が好きとか。そうです。あるかもしれないね。蛇の好きな人もいるからね。はい。俺はダメです。まあ、ね。蛇ダメですか。ね。あと他には。そうなんですよ。だから、デリシャカーニバル、本当に素晴らしいステージで今から作っているので、うん、18、19、5月の18、19、絶対来ていただきたいんです。はい、これは問い合わせはどうしたらよろしいんでしょうか。問い合わせはデリシャスイートスのホームページからでも行けますし、うんうんうん、会場の新宿フェイスからも予約ができます。うんうん、それから、うん、共同東京チケットピア、うんうんうん、E プラスでも予約ができます。うんうん、大々的です。はい。ねえ。デリシャスイートスってどんな感じか、ええ、皆さん相当できないと思うんで、そうそうそう、バンドでもないショーですし、うんうんうん、一回ホームページをデリシャスイートスで検索していただけたら、ホームページでもうある程度読め、なんとなくわかんないだろうね。まあ、さっき YouTube がね、出回ってますけど、YouTube でも全然伝わらない。あ、そうなんですか。やっぱりね。悔しい。あともうそうだ、うん、19日の選抜席がもう完売した、うん、そうなんです、ほんと席が2種類あって、お土産がついてるかぶりつき軍閥席っていうのと自由席があるじゃあ軍閥席は盛り切れですか、19日は18はまだ残ってるんで、あ、そう、じゃあぜひ皆さん軍閥席へ、ね、だってありがとうございます、踊り子さんたち30人、そうなんですよ、そう30人、すごいですね、これは大舞台ですよ、大舞台、でも稽古場で30人で練習していると稽古場の管理人さんがちょっと床が抜けちゃうんで気をつけてください。この前のグランドカーニバルはたけちゃんが、うん、玉乗りしたんだよ、夢の玉乗り、はい、すごい夢の玉乗りをできたんですか。そうね、できたんですか。はい、うちの人んちでね、人んちで練習した床がね抜けちゃって一だから、あれうわすごい、いや楽しそう、ね、ね、バランスボールとは違う、ね、うん、すごい重い、今いらっしゃる方の一応メンバーどなたが来てるか紹介しておいた方がいいと思います。じゃあ玉乗りの、うん、玉乗りの玉乗りのなの、竹部です、竹部ちゃん、ダイナミック竹部です、ダイナミック竹部ちゃん、うわで、お隣が、はいはい、私おしゃべり大好き食いしん坊の小枝です、小枝ちゃん、うわ可愛いこと、はい、そしてあと主催演出をしてます、はい、チャーマーです、チャーマーさん、うん、過激派司会女優の佐藤フクロウです、佐藤フクロウさん、ね、舞台の座長です、座長ね、見てるだけでもなんかね楽しくなりそうですよね、その目に吸い込まれそうで気失っちゃいそう、絶対元気が出ると思う、うん、でしょうね、どうでもいいやってね、そうです、なんかちっぽけだって、いやいや、まあ、どうでもいいやってのは大事なとこもあって、うん、ね、うん、でもなんか雨降ってきちゃったらどうするんだろう、目。あ、そうなんですよ。うちの、あのリーダー、座長のチャーマーさんは、驚異的な晴れ女なんで、絶対雨が降らないんですよ。天気予報も変えます。ライブで雨が降ったことがない。本当、この13年間やってて、雨降ったの2回ぐらい。長野にツアー行った時も、東京で雨が降ってて、あ、なんだっけ。雨、雲、うん、雨降り雲が避けて通るんですよ、うんうん。長野で雨降ってたんですけど、長野に到着したら晴れちゃった。そりゃだって雲もびっくりしちゃいますよ。うん、山の上で隠れちゃうから。ライブ始まる前に雨がね、急に止んで晴れたりとか。そうそう、俺雨男なんで、大抵降った雨。雨、すごい雨女って、竹部さんがおにぎり食べると雨が降る。あ、そういう伝説が。俺がそこからね、移動すると、晴れてくる。ああ、じゃあ、今度ね、ジュンさんとチャーマーで対決しましょう。曇りになっちゃうじゃない。曇り、ああ、実績付きの晴れ女ですね。じゃあちょっともう一曲聴いてみましょう。女どんどんすごい。はい。ね。うん。じゃあ行ってみましょう。女どんどん。はい。そうですそうです。
子供がそうやって動くよね。ね、うん。もう最初でこのあれでね、つかみで、うん、鼻まで出ちゃうわ。船で漁師でやってくるんだよね。そう、そこで私、ちょっと作ったんですけど、サブちゃんが海から、北島三郎さんが、荒波からこう出てくるんです。すごい、三郎さんだった。もうすぐ終わっちゃうんですか。短いって1分なんですか。なんかこういう感じで、なんかどうしよう、ビッキーで。ライブでやると最後にお客さんに味噌汁を配るんです。インスタント味噌汁。美味しかったって。はい、30秒前。はい、美味しかった。マルコメさんの。美味しいよね、今。美味しい。美味しい。インスタント美味しい。もう俺も今味噌汁。うちで作るよりも味噌汁買って食った。美味しいですね。全然面白い。私はね、たけちゃんの名言がね、そう、入るっていうこの歌だけでは、はい、どうも、ね、いつも今日はちょっといつも聞いてくれてる方、今日ちょっとカラーが、まあ、違うなって思いでしょ。だってもう春爛漫ですもん。そう、なんかね、そういうもんですから。そういうもんです。世の中、地球がそういうもんだから、うん、地球が春になってね。、うん、でもラブ&ピースって感じでいいですよね。そうですよ、うん、そうですよ、うん、じゃあノンジャンルもあれもこだわらないから、じゃあちょっと、メールをちょっとご紹介、うん、はい、お願いします。ちょっと読んでくる。あ、先週ね、多分ね、うん、読み、遅くなっちゃったから読めなかったんですけど、まっちゃんですね。うん、リクエスト、オンリーマイソング。うん、ごめんなさい。こんにちは。今日は暖かくて、コートがいらないくらいですね。これ先週の話です。うん、先週で、大震災から1年経ちました。そうですね。まだまだ余震もあり、いつまた大きな地震があるかわかりませんが、あの日の被害の大きさや教訓を忘れずに、これからも生きていきたいと思っております。あの日以来、今地震が来たらどうしたらいいのかと考えてしまうようになりました。最近になってようやく防災用品を揃え始めました。内海さん、恵美さんはちゃんと揃えていらっしゃいますか？先週の質問ですけれども。おお、ね、この珍しい、うん、なんだ、チャメゴンさん。チャメゴンさん。うん、ブスカちゃん。ああ、はい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 。ブスカの娘さん。うん、ええ。娘さんから、なんか、親父が、うん、スマホ使い切れないんで、代わりに打ちましたって言って、こう、ええ。あ、そうなんですか。メール来てくれました。ありがとうございます、うん、チャメゴンさん。まあ、なんか、やっぱりアウトドアで御殿場アウトレットに行って、うん、今日は甘いもの見る。親父ギャング連発しながら、アッシー君です。親父はアッシーとして使ってる、ね。うん、なるほど。うん、昨日も会いましたけどね。天城山登山は、家族一同多数決。うん。全一で却下しました。あ、そうだよね。神津桜も終盤です。親父はいけなかった、ね。そうですね。で、抹茶読んだから、うん。うん。でも抹茶ほら、防災用具どうしてますかって。え、そういう防災用具ね。あ、そうだそうだ。あ、河津、ごめんなさい、神津じゃなくて、河津桜でしたね。そうそうそう、すいません。ね、お叱り受けちゃった。昨日ね、はい、うん。来てライブに来てくれてね。うん。楽しかった。マイナミも楽しかった。今日、ワタミで飲んだんですよ。そうですよ。ね、はい。ワタミ1でね。ね、うん。飲んでました。先週の放送は盛り上がってましたね。すごい楽しかった。うん、ジョージさん最高。うん。英語はちっともわからなかったけど、かっこいい。外人だからね。ね。英語がうまくなきゃ困っちゃうよね。ね。でも、外人顔してても、まあ、うん、余計なこと言った。あ、でもその頃、羊や牛や、ね、何、牧羊犬と戯れてたので、それは楽しかった。ね、あ、よかったんですね。ね、で、今日もじゃあ、二通目来てますよ。うん、言ってください。ね。あ、ちくろさんですね。もう一回ね。はい。北風が寒いよーって曲かけてください。どんな曲だろう。うん、内海さん、エイミーさん、そして、のぼるさん、のぼるさんもだ。こんにちは。お、疲れ様です。昨日は楽しかった。また行きましょうね。これから山ガールになる予定なの、私なので。まずはハイキングに行きましょう。うん、今日も、あと10分したら病院のはしごで目が回りそうな勢いで、つくづく健康じゃないと、病院は通えないなと思ってます。って書いてたら、電話が、時間がない。後で。慣れないスマホで続きの投稿をチャレンジしてみます。ありがとうございます。うん、うん、なんか変えたそうですね。ね、ポッキーさん読んでね。ポッキーさん、うん、ポッキーさん。ポッキーさん来てます。ポッキーさん、そうそう、ポッキーさんさっき読んだ。大丈夫ですか？
あ、俺もたまに白いパンツ。あ、白いパンツ。サブちゃんと小枝ちゃんとタケちゃんが好きだよ。あ、そっか。ピーさん、チャーマーとフクロウもよろしい。まっちゃんの共鳴は読んでないですよ。あ、そうか。まっちゃんの共鳴。で、まっちゃんの共鳴ちょっと読んで。はい。ね、春っぽい曲お願いします。もう春爛漫だったから今日はこれでいいですね。ね。ちょうどお花畑みたいな。嬉しい。ほんと。こんにちは。今日は天気がよく暖かくて気持ちのいい午後ですね。会社でも思わず居眠りしたくなるほどです。昨日はお彼岸ということで、家でお墓参りに行ってきました。一年前のお彼岸は震災後で、そうだ、周りの墓石は倒れるわ、本堂の屋根は落ちてるわで、震災の爪痕が残ったり、墓参りでしたが、昨日は倒れた木々は伐採されすっかり綺麗になっていました。桜のつぼみも少しずつ膨らみ始め、あと数週間すると満開になると思うと、自然と気持ちも暖かくなりますね。宇宙美さんのお宅の近くの目黒川周辺もまた素晴らしい桜並木になるのでしょうね。一日も早い桜の便りを待ちつつ、今日も前向きに頑張っていきたいと思ってます。でも今日はここはもう春。なんかピンクでもうなんかね、やっぱり俺みんなの歌の撮影に来てるような気分になってくる、もう出たいな、ね、子供番組、ね、あのなんかもし万が一なんかそういう人知り合ったら、うん、大プッシュしておきます。はい、お願いします、ねうん、ということで今日はね、ミレシャススウィートの皆さんに来て、ほんと春らんまん、また遊び来てください、はい、ねうん、なんかこっちが元気なくなった時に来てもらいたいな。この番組なんてマリトでやってますから。ね。もう節操のない番組ということで ね、うん、ね。今日はね、デリシャススイートスの、たけりちゃん、これ。デリシャスイートスです。デリシャススイートスの。デリシャスイートス。デリシャ、デリシャ、はい、はい、はい。デリシャスイートス。ごめんなさい。デリシャスイートスの。開けなきゃいけないね、やっぱりね。そうですね。たけりちゃん。来てね。はい、ゆめちゃん。はい。はい。小枝ちゃん。はい。佐藤ふくろうさん。はい。そして、チャーマーさん。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとここで気分を、また違うあれで、ね。じゃあ、何でした？まあ、サンタナで、はい、ボールだったらラブ。イェイ。ありがとうございます。楽しんでいただけました。はい、よかった。頑張ったね。はい、はい。じゃちょっとみんなの歌に出てるの楽しみ。ありがとうございます。この格好でちょっと写真。はい、ぜひ。わあ、すごいわ。うわ、どうしたらいいの？あんまりこういう機械で両手にダブルな。ちょっともうちょっと行ってみよう。ちょっと足も落ちたのにやっぱね、やって。もうちょっとくっついてくれる？はい。うわぁ。デリシャスイート。ちょっとすいません、私も撮って。そっちから撮った。どこ押すんですか？ここです。ここです。すみません。入る？じゃあ行きます。結構出てます。はい。もう一枚。ありがとうございます。あ、はい。すいません。後で。